ちょっとごめんがあるよ、そんなの違う思いしてたら嫌だからな。やっぱ今の結果ですよね。勝手に喋っ
そうね。ちょっと待って待って待って。今日みんなさ、網で揃えてるやん。ほらさ、おかしいはずなのね。だけどさ、一人だけガリガリいいね。なんかさ、普通にかっこよくない？え、あんた何人？イタリア人。え、何人？はい、おい寒いじゃん、みんな言わされてる、言わされてる、よしく喋ってたの、みんな盛り上げてよ。ゲイバンドなの？ゲイだした？なぜか？ゲイバンドだよ。ゲイバンド？え、どういうのそれ？いや、ゲイっぽい。誰が？みんなゲイっぽい？うち、酔っ払いが足りない。そう、なんかね、この場からでさ、泥酔バンドみたいなもんなんでさ、まあみんな知らんの。あ、飲む？飲む、いいよ。もう、ね、まあ、自分の名前が言えればいいんじゃね？ね、そうだよね。というわけでね、あの、私もこの夏祭りに、ね、出させてもらうのもね、10年ぶりということで、まだこのステージに帰ってくることができて、ねえ、ゆりやんとさ、それとこのメンバーにめっちゃ感謝します。ありがとう。はい、そんな感じで、あまり面白くない MC なので次の曲いきますね。あと何曲だっけ？え、いい曲だ。嘘っけ。ってやつはお願いします。あ、そうそう、今日喋りたりんが六本木チェンジュなもんでこの曲やりたんね。だもんでか。そうだ、六本木チェンジュと言いながら、六本木チェンジュにちなんだ曲で最後盛り上げますよ。ダミネコアミーで呼んで、はい。Yeah.